これ移動度の問題ですか。都庁長にはどうしてファシャープがつくのか、さあ数えてみようという。はあ、3音と4音の間には鍵盤がない。ない。そう。ここない。そう。同じ幅にしなくちゃいけないんだよ、都庁長の時も。ああ、すごいね。これ、意味わかるよね、こうやるとね。わかるでしょ？階段ついてるし、ちゃんと。そう。いろんな階段の登り方があるの、音階には。うん、これは町長っていう登り方したいの。これ大人の階段登るの失敗しちゃったんだけど、ダメだな、これ。なんか、意味がわかんないね。違う音階だったんだね、きっとね。全然失敗しちゃった、全然。ピアノのレッスンはなんかぜなんつうの、うん、いい音する。なんかこう心が洗われますね、本当。とかやるそうだよ、やるよ。うん。とかダメなんでしょ、これ。これはあのジェーセン的な感じでしょ、これは。え、違うの？これ違う。じゃあ、普通にリズム練習でいいんじゃないですか。できない。なんでできない。俺この薬指がダメ。なんかその後わかんない。俺どうで。え、普通に八丁行くんだよ。ミミファレレソレミドミ。ああ、そうなんだ。うん、ああ、これね。きっかけこれ。これでなんかこうなんかピアノを弾けたって感じになれる、やっぱり。まあなん、うん、みんなやっぱあのなんだろう、異端調やるときには弾いてもらうかもな。異端調ね、ラドミド、Aマイナーだよ。なんだよ、いや異端調ね。で異端調先に歌って習うのってやっぱり波長をちょっと異端調でしょ。違うの、まあ、まあ、でも C かな、今これ。町長からやってしばらくするとだよね、これ、うん、これ、うん、都庁長行くわけだね。音階の指使いをね、これ円楽のレッスンの段、1,2,3 まで行ったら3のこのここで崩さずに1だけ崩してくださいね。さあここで動かないように、ここ動かないように、ここまっすぐのまま1だけをグッと入れる。え、無理無理。あ、無理。あ、変なんだ、手に味わいこの指が。あ、そうなんだ、動しちゃダメなのこれって。できるだけ。あ、昔の先生はここに10円とか乗っけて練習したそうですよ。あ、難しい、難しい。 あ、そうそう、いい感じですね。ちょっとこう、つつかめばね。どれめんの、そうよ。そうですよ、くぐるとこはそうです。だって、1、2、3、4、5、3、2、1だよね。そうです、使い切ったら3をかぶせる。いいね。かぶせるときに、肘ができるだけ動かないようにしましょう。そうですね。はあ、難しい。やばいっす。ということで、はい、ご指摘されました。はい。